モテたい。いや、今日こんな大事な日に雨降るとは。水面地下、この橋ね、この橋を渡ってすぐか。あれじゃね、あれだあれだ、左方向です。目的地は左側です。はい、はい、ありがとうございます。今日ははい、ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。でちょっとあのいろいろじゃあ仕事しながらでいいんで、はい、お話を聞けたらなと思って。終了しますか。ちょっと黙っててもらっていいですか。ちょっとうるさいんで、ちょっと黙っててもらっていいですか。ごめんなさいね、ちょっと今撮影中なんで、すいません。私の話でいいんですか。あ、はい、そうです。10あんのかなこれ。いや、ちょっとあのハゲロクということで、あなたのハゲの人生を教えてくださいっていう企画というか、はい、まあインタビューで、いろんなね、そのハゲの方の人生の経験とかを聞いて、はい、あ、こういう人生を送ってきたんだなっていうのをみんなに知ってもらうと。なるほど。いう意味で、はい、ちょっと撮らせていただければなと。わかりました。はい、ちょっと お邪魔はしないんです、ごめんなさい。お仕事しながらで全然、はい、我々もね、とあるほらサイトのライターでね、応募して出会ったっていうので、このように絡ませていただいてますけどもね。はい、はい、でも改めて僕ちゃんとこう、まあ、記事は読ませていただいたんですけど、高田さんの口からどんな人生だったかみたいなのってあんまり聞いてなくて。どんな人生、うん、っていうのを聞きたいなって思ってて。はい、お年齢ってちなみに、あ、差し支えなければ。年齢は41歳です。41歳。はい、昭和55年松坂世代です。昭和55年、80年ですか。80年です。はい、じゃあ41歳で、はい、ちょっと頭見せてもらっていいですか。いいですよ。階段の上からじゃあこれ、はい、上なんですよね。そうですね、はい、この辺が、はい、でも最近ね、ちょっとまた薄くなった気がするね。はい、確かに、はいはいはい、はい、まあでもぶっちゃけ41でって考えたらね、まあまあまあ、その昔を知ってる人からしたら頑張ってる方だと思うけど、はい、まあ最近なんか新しい仕事について、はい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 、やることもいっぱいあって、うんうんうん、悩みも多くて。そもそもの話聞いていいですか。いいですよ。ハゲ始めたのって、はい、座りますか。ありがとうございます。おいくつだったんですか。まあ気になり始めたのは小学校5年生です。小 5? ガチっす。本当にそれはどういう感じのハゲ方というか。あんま自分では気にしてなかったんですけど、なんか友達のお兄ちゃんに、なんかお前ちょっと髪薄くねみたいな感じで言われて、あ、俺って髪薄くないのかなって意識し始めたのが小5とかですかね。あ、はい、それは自分でも分かるぐらいでした。そうだね、なんかちょっとその頃から増せ始めて、人より早くこう中分けをし始めたんですよ、うん、まだ今みたいに SNS もなかったし、小学生はスポーツ狩りとかそういう時代に中分けをしてたんで、ちょっと増せてはいたんですけど、うん、そしたらそのなんかちょっと分け目広いねみたいな感じになって、まあ、確かに言われてみたら友達に比べたら広いなっていう自覚があって、そこからですかね、気になり始めたのは。気になり始めて、その何年経ってもその状況は変わらなかったですか。そうだね、もうやっぱり減る一方ですよね。小5から中学校、高校、高3になるまではずっとそういう同じ悩みを抱えてましたね。でも小5って聞いたことないんで。成長って早い方でした。いや、人と変わんないんじゃないですか。多分チンゲとかも中1とかだし、普通だと思うんですけどね。なるほど、うん、なんかやりました、その多分今の子だったらネットとかあるし、いろいろやり方とかって自分で調べることって多分できる、うん、昔よりはできると思うんですけど、うん、めちゃめちゃできるよね。その小6ってなると1990年代とかになるわけじゃないですか、うん、インターネットまだないですから。だから調べにくいですよね、その年代で。もうその調べるっていう感覚もなかったですね。じゃあもう対策とかは特にないただただどうしようみたいな。じゃあもう何もせずずっと、どのくらいまで。18歳までずっと続いて。これがなんで18かっていうと、高校卒業して僕床屋になったんですよ。はいはいはい、なのでまあ床屋になるとね、そういう情報とか先輩から聞いたりもするんで、対策をし始めたんですけど、はいはい、まあ、その学生時代はただただ薄毛を受け入れることしかできなかったですね。
なるほど、なんかそれで例えばですけど、うん、言葉悪いけどバカにされたりとか、うん、そういうのはなかった？多分ねなかったんですけど、うん、思春期だったから自分で被害妄想で感じてたって感じ、うん、なんとかって言われてんじゃないかみたいな。そう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 、うんうんうん、なんかどっちかっていうとその割とこう目立つグループというかモテグループの方にいたんで、なんかそういうことは言われたりはしてなかったんですけど、でも個人的にそう言われてんじゃないかみたいな。実際じゃあその時今振り返ってみて、その時ってやっぱハゲてました？ハゲてるハゲてるハゲてるって言ってもそんなズルンとはハゲてないけど、同級生と並べたらもう格段に薄い。へえ、うん、やっぱ昔の写真とか見てもボリューム感とかね。どうなんですか、だから AGA なのかそれ以外なのかっていうのが、うん、今思えば今はもう確実にもう41だし、うん、AGA を患い始めてるけど、当時は AGA っていうよりかはまあ家系的な部分が大きかったと思いますね。もともと薄い家系というか、そう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 、別にそのハゲとか関係なく、うん、なんか生まれた時の1歳から3歳の時の写真見ても、うん、同い年の子と比べると薄かったし、うん、で親父とお袋も猫っ毛なんで、そっちの面が大きくて自分が気にしすぎてたかなっていうのは多分ありますね、うん、確かにその、まあ、今だから言いますけど AGA の特徴的なハゲ方でもないですもんね、うん、そうだね、このてっぺんだけとか、はい、おでこだけっていうのは昔からなくて、もう昔からこういう全体的に薄いみたいな、そう確かに感じなんですよ。そこを、まあ、今で言ったらミノキシジルとかで耐えてるっていう感じですね。なるほど、はい、プロペシアとかそっち系ではない？あ、プロペシア飲んでますよ。飲んでますか、ね、うん、服用はプロペシアだけで、つける方はミノキシジルの 5%。 昔はタブレット飲んでたんですけど、なんかやっぱ副作用が結構すごくて、あの多毛症とか不整脈とか、うん、それだけつける方にしてって感じですね。ちょっと話また変わりますけど、はい、ちょっと触っていいですか？どうぞどうぞ。美容師目指したのって、はい、話変わったねなぜ美容師になったんですか？まあそういう環境ってあったんですかね、やっぱり。利用、なぜ床屋になったかは、はい、中学校から通ってた床屋さんがあって、でそこの床屋さんのお兄さんとかお姉さんがすごいこうフレンドリーで楽しいお店で、うん、なんか髪に行くのが楽しかったんです、そこのお店に行くのが。で床屋になりたいっていうよりかはここの店で働きたいってなって、でそのまま志願してって感じですね。美容室ですか、床屋？両方経営してて、うん、まあ、僕が入ったところは床屋さんなんですけど、うんうん、で多分そこまでやっぱりハゲの勉強とかっていうのってできなかったと思うんですけど、うん、でも美容師見習いっていうんですかね、その働き始めて時はまあ美容師見習いになったと思うんですけど、うん、やっぱそこでハゲの勉強ってされました？ハゲの勉強はね、やっぱするね。自分が気になってるからするっていうのももちろんあるんですけど、うん、物販ってあるじゃないですか、育毛剤とか、うん、ヘッドスパとか、そういう方面から勉強するってこともありました。自分で勉強する以外に、仕事の一環としてこの育毛剤はこう効きますからっていう勉強とか、じゃあヘッドスパはなんで頭にいいんですかとかっていう知識は勉強しましたね。それって他の人も同じ感じで勉強するんですか、それとも自分がハゲてるからよりそういう情報が？いや、それはまあ、マニュアルとしてみんなが勉強することですね、お店として。でそれプラス俺はもっと他の人より薄毛とか気にしてるから、物販の人にもっといいのないのとか先輩から話聞いたりとか、他の人よりかは多分知識は当時から多かったと思います、うん、じゃあでも、まあ、やっぱり美容師さんとか理容師さんっていうのは知識はそれなりにはあるんですかね、ハゲに関して。知識は確実にあると思いますよ、やっぱ専門職ですからね。確かに、うん、学校とかで習うもんなんですかね？習う習う。髪の生える仕組みとか、そうだね、よく言うヘアサイクルだよね、うん、とかは習ったりするし。でその経験とか知識って生きてきました、自分のハゲ活だったり、あと例えばですけど、うん、自分のお客さんでハゲに悩む人がいて、うん、こういうアドバイスをしたとか？ああ、もちろんもちろん。それは、はい、まあ、当時もう20年ぐらい前になるんで、今みたいに AGA 治療とかなかったんで、どうやったら髪の毛が生えるかみたいなアドバイスはあんまりできなかったんですけど、カットの技法でね、どうやったら薄毛を目立たなくするかとか、そっちの方は結構自分は特化してたと思います、当時から。やっぱ自分がね、髪の毛好かれたくないんで、ハゲの気持ちが分かるというか。結構いました、うん、お客さんでハゲの人？うん、それはもちろんいますよ。ハゲてるから高田さんにお願いしたいみたいな人も多かったですか？うん、ああ、それはね、多分当時はなかったかも。なんでかって言ったら、自分自身もそんなにハゲをカミングアウトしてなかったんで、当時は。なるほど、なるほど。21、22の頃は、うん、まだこう、うん、カッコつけてた方だったんで、当時は、うん、30過ぎてからなんかそっちのキャラに行きましたけど、なんかお客さんは多分僕の髪見てハゲてるなって思った人多分あんまいないんじゃないですかね。やっぱスタイリングも上手だったし、当時から少ない髪をいかに多く見せるかみたいな。
ちなみに薄毛治療ってしたことあります？ありますよ、もちろん。おいくつの時やりました？その高校卒業してからずっと床屋さんの育毛剤とかは使ってましたけど、はい、まあ、本格的にその治療っていう意味で始めたのは30歳ぐらいじゃないですかね。あ、うん、今でいう AGA 治療。それは30でやっと知識ができて一歩踏み出したのか、30ぐらいでやっとお金の余裕ができていったのか、それともその年齢までなんかこう心にブレーキをしてたものがあって30になって突破したのか、なんかいろいろきっかけってあったと思うんですけど、何がきっかけでその30に？それはね、はい、今のキッシーが言った3つとも当てはまりません。あ、違うんですか。これはハゲ薬がやっとできたってことです。なるほど。時代がやっとハゲに追いついてきたのが僕が30ぐらいだったんですよ。じゃあそれまではもうそれこそ対症療法っていうか。そう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 。だから、うん、まあ、育毛剤をつけるとか、ホホバオイルで頭皮の汚れを落とすとか、うん、まあ、そういう外的なものからしかその薄毛予防っていうのができなかったんですよ。でだから年代で言うと2008-9-10年ぐらいなのかな、やっとAGA 治療というかハゲが治る時代になりましたみたいな。それで、あ、お医者さんでハゲが治せるんだってやっとなった時代がその頃だったんですよね。確かに爆笑問題さん、そう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 、そう でありましたもんね。あったじゃん、なんかお医者さんに相談だみたいな、うん、やっぱ当時なんじゃそりゃって思ってましたよね。なんじゃそりゃって思ったよね、はい、何の CM これみたいな。でも今自分が体験してみればそういうことかっていうのがなんとなく分かってきました。この10年ですごい様変わりしたよね、そのハゲ業界というか、はい、今はもうみんな知識あるし、うん、確かに。でも当時はその AGA 治療ってなんだとか、うん、薬飲んだら治るのかみたいな、うんうんうん、それこそ当時はどこに行けばその薬がもらえるのかも分かんなかったんですけど、当時通ってた泌尿皮科があって、はい、ああなるほどなるほど。そうで、その泌尿皮科で処方してたんですよ、うん、あれですもんね。だってもともとフィナステリドっていうか、うん、プロペシアってなんだっけ、うん、前立腺の、そうそう、そっち系だから、はい、で俺はまあ当時たまたまになってておうおうおう、でその治すのにその言ってた泌尿皮科があったんですよ。でそこにポスター貼ってあって、えここでハゲ治療できんだみたいなで実際そこではやんなかったんですけど、まあ、その後いろいろ調べたりして銀座の方のクリニックに行きましたと、うんうん、それが30歳ぐらいですかね。いくらぐらいかかったんですかそれは。当時はね月2万ぐらいしましたよ。それが高いのか安いのかも相場が分かんなかったけど、でもまあそういうもんなんだなって思いながら通ってましたね。何年ぐらい通ったんですか。結局1年半ぐらいはしっかり通って、まあ、ある程度髪もやっぱ復活するんですよ、面白いことに。で満足してやめたっていうのもあるし、副作用で悩んだからやめたっていうのもあるんですよね。一番は性欲減退というか ED っすね。当時僕だから30歳でもうバリバリ性欲強かったんで、うんうんうん、でその時にこう初めてこう中折れっていうのを経験したんですよね。なんかすごい悩んじゃって、え、はい、これってもしかしてプロペシアの副作用なのかなみたいな。数値で言うとなんか 0. 何パーセントの人がなるみたいには言われてますけど、それに自分がぶち当たったかなと思って。薄毛治療はミノキは飲む方でした、うん、両方飲む方、両方服用、うんうんうん、それ以外に何かやってました、うん、あとはそこのクリニックで売ってるシャンプー使ってるぐらいで、うんうん、それ全部込み込みで2万みたいな。はい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 。ちょっと下片付けながらでいい。はい、次のお客さん来るかもしれない。やばいやばいやばい。一回荷物を外に出してもらってもよろしいか。わ、はい、かりました。まあだからさっきも言いかけたんですけど、やっぱ人っていうのは環境で左右されると思うんです。その環境っていうのは僕はほぼ半分ぐらいの仕事だと思ってるんですよね。仕事によってこう人生って左右されると思うんです。でもし自分がハゲてなかったら美容師理容師になってたと思います、うん、これはなってるね。なってます、うん、ハゲてなくてもじゃあそっちは行ってた。うん、それはあんま変わらないかな。じゃあたまたま美容師になろうと思ってたけどたまたまハゲてたってイメージですか。そうだね。でも一個諦めたものはあるよ。なんですか。あれまだ撮ってる。これ撮ってます、撮ってます。あ、撮ってんのか、はい、バンドを諦めたハゲててこれはガチで、はい、中2からバンドを組んで始めたんですけど、はい、当時から悩んでたんで。ちなみにビジュアル系だったんですよ当時。 X とかルナシーがすごい好きで、はい、ギターやってたんですけど、はい、なんかバンドとしてデビューを目指してたけど、ハゲたビジュアル系なんか見たことねえなと思ってあれじゃないですか、羽飛びのやつね。あ、そうそう、おじさんのやつだって。おじさんのやつっていう。そう、ほんとそんな感じで、はい、ほんとだから薄毛を理由で諦めたことっつったら、はい、サーフィンとバンドかな。サーフィンも。サーフィンはやっぱさ当時流行ってたし、でもね薄毛が海入ったらもうファサーってなるじゃん僕のサイン書いていいですか。ダメです。なんで僕サインを持ってますよ。キッシーは1万人超えたら書いていいですよ。マジっすか。まだ早いな。まだ早い。だってこれ誰ってなるやん。いやだそれで説明してくださいよ。
まだ早い。いや、まだ早い。じゃあ、例えば何やってたと思います？でも、ハゲてなかったら、美容師以外で。なんだろうな、その仕事に関しては変わんないんじゃないかな。まあ、その、うん、音楽はずっと続けてたかもしれないけど。はい。で、ずっと床屋さんですか？それとも美容室でも働いてました？あのね、それって結構だから、はい、まあ、その免許の区別をついてない人がされるよく質問なんですけど、うんうん、美容室も美容室もね、あんま変わんないんですよ。あの登録がどっちかってだけで、結局女の人が来れば美容室みたいなことするし、僕が働いてたのは床屋でしたけど、女のお客さんも来てたし、うんうんうん、そうそうそう、髪の毛やることに関しては変わらないみたいな感じですね。で、なんかフリーになられたじゃないですか。はいはい。それはいくつの時でした？それは24歳ですね。え、そんな早かったんですか？そうだね、うん。実際、皆さんって結構フリーでやられてる人とかもいるんですか、美容師さんって。美容師、理容師の目標というか、大体みんな自分のお店持ちたくてお金貯めて独立するんで、30ぐらいまでにはそういう道に進むんじゃないですかね。で、自分でお店を持たれたんですか？それともフリーでいろいろ回るって感じですか？そう、僕の場合は出張理容師って言って、まあ、老人ホームとか病院に行って髪を切ってあげるっていう仕事をやりたいなと思ったのが23、24で、でそこからですね。僕ら出会ったのって、まあ、大体僕は2年前ぐらいですかね。うん、うん、3年ぐらい前だね、ちょうど、うん、その時ももうそれやられてたから、歴で言うとじゃあ10年ぐらいやってたって、10年以上か。17年かな、トータル。すごい。それっていろいろ回るんですか？うん、そう、いろいろ回る。埼玉、東京、千葉がほとんどだったけど、まあ、車で行ってやる感じです。それはもうそのごと依頼来るんですか？それとも定期的に？もう年契約で、うん、毎月いついつ来てくださいみたいな感じで。結構中田さん以外にもやられてる方っているんですか？最近めちゃくちゃ増えてるね。でも当時その17年前とかは訪問理美容みたいなのがあんまなかったんで、うんうん、僕もインターネットで探して、で唯一見つかったのが群馬の会社だったんですよ、うんうんうん、家千葉なんですけど、はいはいはい、その群馬の会社に連絡してやりたいんですけどって言ったら、じゃあそっちの方の仕事取ってきますみたいな感じで、まあ分かりやすく言ったらフランチャイズみたいな感じなのかな。だから仕事もらって自分でこなしてこうマージン渡すみたいな。で紹介してもらってみたいな感じだったんですか？そうだね。お疲れ様です。やり方わかる？わかんないです。 OK。 はいはい。あ、すいません。上行きましょう、寒いんで。で、ちなみに今はここの従業員？そう、まあここの管理運営をやってるっていう、はい、どうですか？あの、バッタ美容師さんの時代ともまた一風変わったことになるとは思うんですけど、まあまあ楽しいですよ。やることいっぱいで大変ですけど、前も僕の動画で一応お伺いはしたと思うんですけど、うん、はい、改めてなぜまた40歳の転職みたいな感じになったんですか？そうだね、はい、それはね、中が一番関係してるかな、うんうん、多分中がなかったら多分続けてたかな仕事、うんうんうん、こっちの方は老人ホームをお相手にしてたんで、思いっきりその中が影響して、うん、もう仕事全キャンセルが半年続くみたいな。で収入がもうこうだったんで、まあ、そこで40歳っていう節目もあって、どうしようかなって考えた結果の転職って感じですね。でも今後ちょっと言葉悪くないですけど、まあ、結構いい年になってきたわけじゃないですか、うん、ハゲ活はされるんですか？うん、ハゲ活は今もしてますよ。ずっと薬飲んでるし。やめるってことないですか？やめないんじゃないかな。なんでかって言ったら、はい、やめたらハゲるの分かってるんで。あの経験談なんで。お薬はやめたら戻っちゃうんですよ、ハゲが、うんうんうん、やめようと思わないですか？そのもうハゲになってもいいやとか。俺は思わないね。なんか往生際が悪いのかもしれないけど。頑張れば生える体質なんですよ、これ。人によって違うんですけど、はい、僕って結構そのしっかり薬飲めば現状維持はできるタイプなんで、だからまあ維持はしてたいなって感じですかね。でも美意識が高いってことですかね。そうですよ。だから昨日ちょうど昨日シミ取り行ったんですよ、うん、なんかいや大きくなってるなと思ったけど。ダウンタイム中ってことですね。あのね、ちょうど昨日で新宿まで行って、はい、そうこっち5箇所やってきたんですけど、はい、去年やって皮膚がちゃんと戻って濃いのが取れなかったんで、うん、今回また行ってって感じで。これでは今黒くなってるのはね、かさぶたになってるんですよ。かさぶたがポロッと取れたらシミが取れるみたいな感じなんですけど、うん、ここの大きいところは根が深いんで去年やっても取れなかったんですよ。また今回1年越しに2回目って感じでやって、どんぐらい取れるかなっていう感じ、うん、美意識高い系ハゲ面なんですよ。ハゲと言っていいのかどうか分かんないけど、でもまあですよ。っていうかあれですね、ちょっと白髪生えてきましたね、うん、白髪めちゃめちゃ多いよね、ここすごいよね。生えてきましたね。あとここも
ここのなんか1本ピローンで出てるし、はい、出てますね。そう、これはね、ストレスが薄毛による人と白髪による人と両方いく人って多分あると思うんですけど、はい、僕はね結構両方タイプ で、はい、でも白髪はここ最近一気に増えたかな。なんか僕最近気づいたんですけど、うん、寝不足になると白髪出るイメージがあるんですよね。なんでかっていうと僕夜勤やってて、うん、一時期、うん、夜勤やり始めてからあなんかちゃんと寝れてないっていうか、そっからなんか睡眠の寝れる時間が短くなったというか、年取るとどんどん寝る時間ってもうすぐ起きちゃったりとかするじゃないですか、うん、2時間起き3時間起きみたいな、ね、短くなるよね。だから寝れてないとやっぱ増えてくるのかなと思って。いや絶対あると思う。それは年もそうだけど、うん、寝れてないからこう年取ると増えんじゃないかなってちょっと最近思い始めてて、僕も出てきたんですよ最近。え、クッキーシーまだ薬飲んでる？飲んでます、飲んでます。やっぱそっから行かないね、なんか止まるね。止まっちゃいましたね。ね、はい、それじゃ増えないんかな。どうなんですかね。どう自分的に。あ、まあ冬になって抜け毛は減ったかなって気はしてるんで、うん、前よりもボリュームは上がった気もするけど、まあ今ねあのパーマかけてたのが伸びて、うんうん、ペチャンってしてるのもあって余計にペチャンってなってるけど、うんうんうん、でも増えてもないし減ってもないっていうのは正直ない印象で、まあ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 、減ってはない。ただ俺のイメージはもっと増えんのかなと思ってたけど、なんか高止まりしてる感はあるよね、うん、特にこの辺ちょっと話も変わりましたけど、まあ、今の仕事をしばらくどんな感じに今後やっていきたいなとありますか？自分的にはまあそのゴルフを今仕事にできてるんでそれはすごい楽しくて、うんうん、まあ、でも本当にやりたいのはあのメンズスナックなんですよメンズスナック、おばちゃんがやるスナックのメンズバージョンです。おじさんがやるスナックやりたいんですよほうほうほう。ちょっとイケオヤジを集めて、はい、マダムとかそういうの面白がる若い子を呼んでみたいな、うん、そういうのを夜は夜でそれできたらいいなと思ってて、で昼間は昼間でやっぱりなんかそのこっちの床屋の仕事も好きなんで、うん、今も完全に辞めてはいるんですけど、やっぱどうしても来てほしいっていうお客さんとかは結構いて、月に1回ぐらいは行ったりしてるんですけどこっちの方 で昼間そっちやって夜そういう飲み屋さんやってみたいなのができたらいいなってっては思ってますね。45までにはやりたいかなっていう、そのためにお金貯めて、なるほどなるほどっていうのが今の目標ですかね。いやせっかくこのゴルフも仕事にできてるんで、まあ、レッスンプロにもなれたらいいなっていうのも、うんうんうん、もう一つの夢ではあります。なんかそのゴルフもなんかプロとかってモテそうですよね、うん、なんかモテるで言ったらモテるんだろうね。相当厳しい狭き道だけど、だって僕もゴルフのレッスンプロみたいな人ってもうエロいイメージしかないいや話で聞くとチャラい人多いみたいですよやっぱだって手取り足取り教えるのにこうそれは、うん、まあそれはあれだけど A の V の見過ぎですか、うん、A の V の見過ぎですね、はい、かっこいいですね。なんか職業がモテそうな職業ばっかですね。いやまあお金貯めてバーできるように、はい、その時はまあ候補の一人でも。何の候補？ね、そのスタッフイケメン、イケメン働こうとした。あでも、うん、そうあのイケメンじゃないんですよ。僕がやりたいのは、うん、面白いおじさんが欲しいんですよ。ああじゃあイケメンにはダメってことですね。第一条件はお酒が飲めて酒癖悪くない楽しい人、うん、なるほどなるほど。そういう人を集めて、これもギャグなんですけど、もう本当新宿のホストみたいに、はい、今日の出勤みたいな感じでこう、うん、壁に写真貼るわけですよおじさんの写真を。なんかそういうの結構面白くないですか？面白い。そういうお店ないでしょ。だっておじさんではいないです。そうでしょ。なるほど。なんかいいですね。すいません長々とあれしましたけど、いやいや最後にこんな感じで大丈夫ですか？いや どうしよう告知というか、そうか詳細とかを聞いてなかったですよね。あのお店の紹介ですか、はい、そうっすね。紹介しましょうか。じゃあ、はい、アジト、アジトですっていうお店で働いてます。住所言いましょうか。テロップで入れてください、はい、千葉県市川市茨城1-1-20。よく知ってるね聞きました。それに聞かない。あ、そっかそっか。はいはい、で基本的には、はい、ここが今見てもらってるのがレンタルスペースで、まあ、時間貸しでやってます、まあ、女子会だったり、うん、まあ、今の時期だとクリスマスとか忘年会とか、うんうん、そういうので使ってもらうスペースになってます。はいはいはい、はい、で1階がさっきヒッシーがやったあのシミュレーションゴルフになってて、そこはまあ会員制プラス時間貸しでもやってますんで、はい、まあ、お近くの人はぜひ遊びに来てください。なんか撮影とかするのにもぴったりですもんね、うん、ここそう、ここねあのドラマの撮影にも1回使われたりして。へえ、なんかこれなんかほらこの光の当たり方とか映えそう。そう、でもその場合は貸し切りにしたりとかできる。そうですね、撮影やる人はやっぱ全館貸しで、あのゴルフの音が入っちゃったりするんで、うんうん、はいはいはい、はい、全館貸しも1時間5000円でクソ安いんで、はい、いやそんな安いんですね。そうです、ゴルフとここと全部貸し切りで、はい、土日はプラス1000円なんですけど。カラオケはないですね。カラオケはねやりたかったんですけどちょっと近所迷惑になっちゃうんで。
なるほどなるほど、はい、どうやって予約するんですか。予約はですね、直接 LINE でメッセージをくれてもいいですし、あとはあのスペースマーケットっていうあのアプリがあるんで、はい、そこからこのアジトを検索してもらってプランを予約するっていう感じですね。その大きく分けて2通りですかね、うんうん、はい、じゃあちょっと僕のチャンネル、まあ、魅力ですけど、うん、概要欄貼っとくんで、はい、ありがとうございます、はい、そちらでちょっと確認いただけたらと思います、はい、この動画を見たで1000円オフです。本当に、はい、本当に言ってるそれ。見る人いるかな、でもこの動画いやいたらちょっと僕も嬉しいからちょっと皆さん来てください本当に、いたらマジすごいよな。ゴルフだけでもいいんですか。もちろんゴルフと上は別々でやってるんで。なんかちらっと見たら、はい、この辺とかね、まあ、この辺とかワークスペースとしても使えそうな。ワークスペースもあるんで、じゃあ最後紹介します。はい、 Wi-Fi 完備なんで。はいはいはい、あ、 Wi-Fi 完備ね、はい、はいはいはい、まあ、ちなみにこの辺でもあの、はい、コーヒーとか一杯飲んでもらえれば、はいはい、それはあの時間越しじゃなくてドリンク一杯で使ってもらえるんで、うん、え、そうなんですか。はい、へえ、昼間のワークスペースとして。あ、マジっすか、はい、へえ、すげえ。で、がっつりあの仕事したい人は1階にあの、はい、会議室があるんで。マジでたまに来ようかな、じゃあ。あ、すげえ、あるん、あ、すげえ。そう、へえ、ここは1時間1000円で貸し出してます。はい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 、ちゃんとホワイトボードもあって、これあれじゃないですか、学園とかにあるやつ。そうそうそう、女優からね、はい、はい、撮影でも使えますね、だから。そうですね、本当のドラマのがっつり仕事したい人はここでって感じで、うんうんうん、で、あの上でコーヒー飲みながらでもいいですし、うんうんうん、まあいろんなその人の用途で使ってもらうって感じですかね。なるほど。で、まあ金額に関してはまあいろいろプランがあるので、うん、はい、そうですね。最寄りが東西線のバラキ中山か総武線の下佐中山。はい、じゃあすみません、じゃあもうそろそろ帰ろうかなと。はい、ありがとうございました。今日はわざわざありがとうございます。お会計払ってです。ありがとうございました。ありがとうございます。とんでもない。またじゃあ何かあればお邪魔しますんで。はい、こちらこそお願いします。はい、お元気で。お元気で。はい、ではお仕事頑張ってください。はい。あ、晴れた。やったよ。いや、晴れ男なんだな。ハゲ男、ハゲ男、いや、ハゲてるからそうなんだけど。じゃあまた、また連絡ください。はい、ということで本日初めての試みですが、ハゲロクというのを撮影してみました。またもしも、まあ、こういう機会があればやっていけたらと思います。じゃあ以上、キッシーでした。モテたい。